あったな、このシーン。回想シーンだ。あったあった。駅まで迎えに行ったんだ。エアリスのお母さん一瞬出てくるんだよね、これ。そうじゃなかった？あ、めっちゃ、え、エアリスのお母さん見れるのかな、これ、一瞬。でもあったよね、エアリスのお母さんがエアリス抱きかかえながら。何か良くないことがあったのだろうか。ちゃんと見たことないんじゃない？休暇が取り消しになっただけかもしれない。祈るように毎日迎えに行ったよ。すごいエルミナ、すごいイケイケな格好してるな。そこであの子と会ったのさ。スーツで。あ、出た。あ、お母さん。お母さんじゃん。マーケットから逃げてきたのか。わあ。それともプレートにいられなくなったのか。たまに見かける光景だった。美人じゃん。お母さん。エアリスを安全なところへ。めっちゃ美人じゃん。エアリスにもやっぱ面影あるね、やっぱな。彼女は死んだ。死んだのこれで。え？エアリス、ロリエアリス、ロリス、ロリス。夫は帰らず、私も寂しかった。かわいそうに。だからエアリスを連れて帰ることにしたんだ。お母さん、お母さんはどうだったの？私たちはすぐに仲良くなれたよ。よく喋る子でね。めっちゃかわいい。今どういう話になった？とりあえずちょっとエアリスの部屋行けるか見ましょうか。上じゃないか。ここは外か。花育つんだね。おバレットも来た。みんな来てんじゃん。気になるか。こっち？あ、探ろう。厳重のお守り。あ、マリンが使ってるのね。負けねえからな。エアリスの部屋、今マリンが使ってるってこと？あ、おしゃれなバッグとか持ってる。ちゃんとそういうの持ってるんだ。よそ行き用の。父ちゃん、負けねえからな。電気つけれんの？つけれねえか。ないか、そんなもん。はいはいはい。畜生、大したもんねえな。